はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。だいぶ久しぶりのプレーに、なってしまいましたが、プロ野球スピリッツしっかりとやっていきたいと思います。ちょっとね、旅行の方に、ゴールデンウィーク行っておりまして、その間、プレーが止まってしまっていたんですが、今日から、頑張って再開をしていきたいと思います。約2週間ぶりのプレーになるので、だいぶもともと下手だったのが勘がさらに鈍ってるとは思うんですけども、お付き合いをいただきたいと思います。早速始めていきましょう。まず今日は、疲労がちょっと溜まってますんで休憩を1回入れましょう。その後阪神戦ですね。甲子園での阪神戦、岩田と大竹の投げ合いというところです。岩田、ムービングファストボール、シュート、カットにフォーク、スラーブと、まあ、どれもキレありますね、やっぱりね。吉野部は3番ライトでスタメン出場です。オーダーの方なんですが、4番キャッチャー阿部が入ってますね。まずは本当に2週間ぶりになるので、ヒット1本でも打てるように、ボールに当たらないんだよな。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えします。さあ早速第1打席目ですね。1回の表、ジャイアンツの攻撃はワンアウトランナー1塁で高橋由伸選手兼任コーチの打席が回ってきました。前回のゲームはマルチアンダーを記録しています。さあピッチャー岩田絶好調ですね。ランナーを1塁に置いています。まずは1球目、ムービングファストボール、147キロから入ってきました。ここまで6勝をマークしています。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する。今のは落ちる系のボールですね。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。さあワンエンドワンからです。痛いですね、先制のランナーですからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。今ムービングファストボールがすっぽり抜けて、ツーボールワンストライクですね。ワンアウトランナー二塁、一打先制という場面です。バッターボックスのセカンドは片岡、今シーズン得点圏での打率は3割7分。わあ、これは動くボールですね。スラーブかな。やはりクリーンアップ頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。これは打ちました。まあ進塁打ですね。一塁送球、おそらくムービングファストボールじゃない、ごめんなさい、スラーブだと思います。打順の組み立てというのは難しいと思うんですが、このあたり西さんはどのように考えてらっしゃいますか。待て待て、一番不思議なんだ。今ってリアルプロ野球の一番タイガース不思議なんですか。キャッチャーですよね、不思議かな。どうなんだろう、本当にキャッチャーなんだろうか。打ちました、弾き返した打球はライトへ。これは由伸が無難にさばきまして、ワンアウトと。ジャイアンツの方は2点先制、なお2アウト満塁で高橋由伸。ここで序盤一気に大量得点のチャンスですね。3番バッター高橋。さあ岩田、この回2点を失っています。さあ先制点を奪われて、これはスラーブですね。得点圏にランナーを背負った場面、これもスラーブ、2球続けてきました。次のボール外すのであれば、その次のボールの伏線ですね。これは抜けないか。さあ当たりは悪くなかったんですけどね。セカンドゴロ。その後タイガース1点返して1点差と。5回の表、ワンアウトランナー1塁、岩田がまだマウンドにいますね。さっきの満塁のピンチしのぎましたからね。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーはタイガースが岩田、そしてファーストランナースタート、バウリーになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。ワンボール2ストライク、ボールになります。
次が5球目。高めのまあよし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 。センター前。ムービングファーストボールですね。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返されてしまいました。これはセンター前。さあさらに1点加えて2点差として吉野の第4打席ですね。バッターボックス高橋。岩田まだ頑張ってる。前の打席は高めの球を打たれましたので高めは使い方に注意しないといけませんね。なるほど。シュートから入ってきました。バッテリーは警戒していかないといけませんね。このシュートこの試合高橋義信に初めて投げたシュートだと思います。落ちる球できました。フォーク外れてツーボールですね。先行です。岩田も98球投げてますからそろそろ球威とあと体力っていう面からすっぽ抜けが来てもおかしくない。改めてお聞きします。この高橋どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって変わりますが、スリーボールになって元々はボールを見極めるタイプでフルスイングが信条の強打のバッターですね。あなるほど。またファウル。ここもファウルです。いいカウントになっていますがどうか。次の1球うわーこれ大和いいプレー。アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。これはいいプレーだったな。小宮山さん現在のピッチャー、いやー小宮山さん素晴らしいプレーが飛び出しましたね。そうですね、バッター打った瞬間に抜けたと。当たりは確かに良かったんですけどね。さあ試合の方はというとこのままジャイアンツリードのまま試合を終えてまずは先行したという形ですね。敗れてしまいました。西さん最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。うんそうですね、まあ、高橋の篠は4打数の1安打かな。チャンスの場面でちょっと凡退してしまったっていうのがあるので、まあ、あんまりいい形ではなかったかもしれないんですが、第2戦しっかりと頑張っていきたいと思います。絶好調、リアルプロ野球絶好調のベイスターズはヤクルトに負けてますね。あとカープが勝っていて、パリーグの方は楽天ライオンズ、ソフトバンクがそれぞれ勝ってます。ゲーム差の方は、まあ、ジャイアンツ 7.5 ゲーム差ですね。パーリーグの方はオリックスが、まあ、あの1位という状況ですね。リアルプロ野球の方では本当にベイスターズ調子いいんですけど、ここでは最下位に沈んでますね。さ あ第2戦タイガースの方の先発はメッセンジャーですね。そしてジャイアンツの方は先発が内海というところになってますので、メッセンジャーいかに早い段階で打ってるかというところですね。照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。甲子園球場、まずは1回の表ジャイアンツの攻撃はワンアウトランナー一塁高橋忍の場面ですね。クリーンナップが登場します。バッター高橋。さあメッセンジャー5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。まずは150キロのストレート、ランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはメッセンジャー。ここまで7勝をマークしています。ファウルになります。ボール球でした。これは抜けるか。いや抜けないか。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーこれ抜けないか。フォークですね、挟んでますね。ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。うわ鳥谷。
打順の組み立てというのは難しいと思うんですが、このあたり西さんはどのように考えてらっしゃいますか？そうですね、1年間のシーズンを考えると選手の波もありますからね、その辺を見極めて打順を組み立てるというのは難しい。バッターは山本、相手を0点に抑えて、ワンボールツーストライクから宇都宮が投げてインサイド捉えました。一二塁間を破る。これはライト前ヒットですね。吉野が何にさばいてノーアウトランナー一塁になってますね。1点先制されて3回の表、ジャイアンツが2点取って逆転した後の高橋義信の打席です。ツーアウトランナーなしです。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。これは落ちるか、落ちろ落ちろ、あーダメだな。打線が頑張った後ですから、小宮山さん、これはもう本当にセンターへの凡打でタイガースが逆転してしまっているという場面で第3打席目。メッセンジャーやっぱりちょっと打ちづらいんですよね。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースがメッセンジャー、そしてジャイアンツが宇都宮、この2人の投げ合いとなっています。スプリット外れて2ボール、ワンアウトランナーなし、2ボールからメッセンジャー第3球。高橋、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、ストレートですね。状況にもよりますが、基本的には早打ちはせず見ていくタイプで、ボールを強く振ることする意識が強いバッターですね。そうですか。そろそろ外角に来るかな。予想通りではあったんだけどな。この打球はフライになっています。取って2アウトです。メッセンジャーちょっとやっぱ苦手ですね。ただ打線の方はっていうと2点に抑え込まれてますけど、ピッチャーが頑張って1点差で食らいついてきてますからね。まあそしてメッセンジャー打ちましょう。乗せたくないバッターが相手なんで、ここでしっかり抑えておくのがあるんですね。今のもスプリットですね。バッターの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割6分。さあ2ボール1ストライク、ヒッティングカウントから、さすがクリーンナップですね。メッセンジャー、この期待できるんじゃないでしょうか。これで3ボール1ストライクですね。5球目は何で来るか。これスプリットだ。次が勝負の1球になります。甘くならないようになる。うわー、ボール球、ここは投げ勝ちました。ボール球だったな。ジャイアンツの追撃を許しませんでした。ポーズですね。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチを打ちたいっていう気持ちが強くなりすぎてしまった。ただメッセンジャーもマウンドは降りてるでしょう。さて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょう。ウンファンソンでしたっけ、ね、合ってますか。なんかそんな名前ですよね。ちょっと教えてもらったんですけど。ではバッテリーの組み立てに注目。わー、これはまた打つのが難しいピッチャーだ、はい、初球は何で来るか。どうだ、打ちました、いい打球だ。これは入るか。どうだ、入れば勝ち越し。よっしゃー、すっぽ抜けたボール。勝ち越しのホームランです。ジャイアンツ、これがチーム2本目のホームラン。タイガース勝ち越しを許します。これかなり深いところに入ったボールですね。ホームランですね。いやー、これは失投でしたね。完全なる失投、その通り、ね、ストレートの失投です。スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えられてましたよね。延長戦入らないかなと思ったんですけど、なんとかね入ってくれましたね。さあ由伸のホームランで勝ち越して10回の裏、バッターは4番新井。ツーアウトランナーから、まだ1点差、野球は何があるか分かりません。最後は空振りですね。試合終了。いやー、全然メッセンジャー相手に打ててなかったんで嬉しい。タイガース痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、今日も連敗脱出なりませんでした。まあね、ちょっと
面倒さね、日本ハムの面倒さ。ベイスターズ厳しいですね、こうやって見ると。セリーグの方はヤクルト、ジャイアンツ、カープが勝っていて、これ同じですね。パリーグは楽天、ライオンズ、ソフトバンクが勝ってると。まあ出たこのおばさん、こんなところでこの肉の食券とかくれるかな。さあ、甲子園阪神との第3戦は藤浪、沢村ですね。藤浪ストレート157キロ、カットボール、生命線、藤浪の生命線カットボール、フォークにスローカーブというのが持ち球になっています。藤浪はまあメッセンジャーよりは打ちやすいと思いますんで、まあストレート、カットボール、まあ速い系のボールを狙ってヒット1本2本でも打っていきたいと思います。まず打率、打点、ホームラン、ホームランはまだギリギリ1、上空曇り空、リーグ1位かな。球場です。でも打点、打率はね、もうリーグ1位ではなくなってますから、リーグ1位奪還のためにヒット1本でも多く打っていきたいと思います。打点の方はエルドレッドに続いて2位になってますね。このゲームは見事なホームランを放ちました。さあ藤浪、今日の先発ピッチャーは藤浪、ここまで5勝をマークしています。いきなりヒットきたけど、これはダメかな。高い打球センターへ。あー、ダメだな。最後はもったいないボールでしたね。スリーアウトです。ああいうヒットをね、きっちりとヒット打てるようにしていかないと。リサ、初回の子ヤマトが打席に入ります。昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。これはセンター、ここは打ち上げています。超が抑える、抑えてワンアウト。高橋由伸第2打席目は4回の表、ごめんなさい、3回の表、ワンアウトランナー1塁です。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはツーシーム、厳しいインコースに藤浪投げてきました。マウンド上、藤浪、そしてキャッチャーは鶴岡。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。入ってるって言われてもおかしくないような厳しいところにストレート投げてきました。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。うん、そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。高めのツーシーム、ちょっと振り遅れました。大きく外しています。これが5球目、際どいが、あっとフォアボールです。さあ、一塁に入っている阿部です。4番引っ張った、ファースト弾く、ボールを拾って一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。そして5番ショーの先制のチャンスです。そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、丁寧に行った方がいいでしょうね。そうですね。さあ、気をつけていきたい。ショーのが打席に入っています。バッターボックスのショーの今シーズン得点圏内の打率は2割6分1厘となっています。ちょっと率は物足りないですが、彼もフォアボールのランナーを出しました。これでアンダーソンですね。ツーアウト満塁でアンダーソン、ピンチを広げました。もったいないですね。初球ストライク、低めからいいストライクを先行させていきます。追い込みました。アウトコース、これは見送ってボールです。さあ、勝負の球が来るか。これは1球外してきましたね。狙いは良かったと思いますね。はい。さあ、2&2から。さあ、5球目は何か。右に切れてファウル。
2ボール2ストライクです。低め打ったファーストわーこれはセカンドランナーサードキャンパスを3点入るか2点ですね。そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン。ストレートですか。いかがでしょう。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。これで2人のランナーがホームに帰ってきて2点を奪われました。おお2点先制した直後に2点取られてるんだ。これでゲームは振り出しですね。ここは確実に目をつんでいきたいですね、まあ、そしてこのバッターはチャンスに強いですから配球には十分注意が必要だと思いますね、その警戒すべき高橋がバッターボックスです。2アウトランナー2塁1塁勝ち越しのチャンスですね。これもう1球2球この試合の中で藤波抜け球来るかもしれないな。ボール先行です。うわ打ち上げた。あもったいない。これはファウルグラウンド掴んで3アウト。勝ち越すことはできませんでした。もったいない。イチローかなんかが言ってましたけど、まあ、打撃は確率なんですよね。やっぱバッターボックスには3番高橋、そして藤浪がもうマウンド降りてますね。2アウトになっています。さてこのところのジャイアンツですがここまで5連勝どこまで伸ばせるんでしょうか。ストレートが重そうだな。福原は次が3球目落ちる球を持ってきました。これが4球目ボールになります。なんとかヒット1本打ちたい。うわー最後はストレート149キロ。3アウトチェンジ。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを置いています。しかもノーアウトです。バッターボックスには可能、まあ、1点が欲しい場面なんで送らせた方がいいでしょうね。なるほどそうですか。走ってきたキャッチャーは2塁。あーこれはもうアウトだな。完全なアウトだ。積極的に狙っていったんですがここは阻止されてしまいました。いやさあ鳥谷ですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。初めてフォアボール2アウトながらこのフォアボール福留か打ち上げた。これは亀井が抑えてますね。掴んで3アウト。勝ち越すことはできませんでした。タイガース2者残塁です。ため息に包まれた甲子園球場。今日まだヒットがありません。四球で1回出塁してるだけ高橋忍。なんとかヒット1本打ちたい。3番バッター高橋玉城にピッチャーが当てます。ちょっと玉城のデータはね頭入ってないんで確認させてください。ストレート144キロ。チェンジアップに、これはドロップカーブですかね。そんなに速いボールもすごいキレのあるボールも持ってないんでこれもしっかり1本打っていきたいと思います。最初は変化球できました。チェンジアップ狙っててもいいかもしれないな。チェンジアップ3球続けてきてますね。ギャー打ちました。ピッチャーゴロ取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。玉木打ちやすい投手だったと思うんですけどね。待てなかったですね。サヨナラのランナーが一塁です。バッターは可能、まあ、このランナーは絶対返したいですからまずはこれはボール球打っていった。この打球はよし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 。ナイスチョ掴んで2アウト。中継にボールが送られる。2アウトランナー一塁と変わります。打順は1番に帰ります。バッター大和先ほどの打席はセンターフライに倒れています。これはよし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 。センターフライ掴んでもう一回回ってきてほしい吉野部に。大丈夫か。ノーアウトランナー一塁。守備機会ですね。バッターボックスはマートンか。今日はまだ当たりがありません。フォアボール。うちのボール打っていった。ここはフライになっています。ショートフライ抑えてアウト。
ワンナウトランナー一塁となりました。ピンチが続きますね。途中出場の西岡、前回のゲームでインサイドのボール球を打っていった。いいところに上がっている。抑えてツーアウト。よし、これ吉野が無難にさばきました。ツーアウトランナー一塁と変わります。打席には5番バッター、そして鳥谷。今日は2つのフォアボールを選んでいます。打ち上げました、高く上がった。この打球はフライになっています。よしよしよし、抑えてスリーアウト。さあ吉野部、もう一回回ってくるためにこの回も抑えたい。ツーアウトランナー一塁。打席には9番バッター加納が、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、OB成功。これでワンヒットでさようなら。盗塁を決めてきました。文句のないスタートでしたね。強い当たり切れました。ファウル、フェアならばサヨナラかというところでした。しっかり捉えた、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラです。よし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 、ライト前ヒット。これです、西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。さあ大和、なんとか抑えよう。うわー、危ない危ない、掴んでスリー。松本の正面でよかった。さあご覧ください。さあホームラン狙っていきますよ。バッターボックス、ついですねピッチャーね。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ストレート145キロ、スライダー、カーブ、フォーク、サークルチェンジ。決め球は速球中心ということなんで145キロのストレート狙っていきましょう。まずはスローカーブから。インサイド変化球決まっています。うわー、このストレート入ってんの。ノーボール2ストライク。2球で追い込まれちゃった。3球目見送っています。ボール低め外れました。さあ仕留められるか。うわー、ストレート空振り三振。しかもサヨナラのランナー、ノーアウトランナー一塁ですね。バッターは3番マートン。今日は当たりがありません。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。ノーアウトランナー二塁になった。警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。ここは勝負をする。さあそしてバッターボックスには西岡が入っています。さあチャンスが続きます。まあ決めればこれは西岡送りバントかな。ノーアウトランナー二塁一塁。そうですね、中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。そうですね、ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのよ、送りバントだ、三塁方向。これはうまいですね。一塁アウト、きっちりと送ってきました。うまいバント。打順は5番堀谷。フォアボールのランナーをきっちり得点圏に送っています。まあいい判断。空振り三振、タイムリー。さあ福留、これを抑えれば打つことはできません、同点。ここは勝負を避けました。この敬遠で満塁となっています。そしてキャッチャー藤井との勝負か。ツーアウト満塁。藤井が入ります。さあ、さあどんなバッティングするか。満塁の場面、変化球打った。これはセカンドが抑えた。セカンドゴロでアウト。この試合決着つかず2対2という結果ですね。阪神3連戦は2勝1分けでした。というわけで今回は阪神との3連戦、敵地甲子園で、やりました。2勝1分けで、まあ、第2戦ではね、守護神から勝ち越しのホームランも打てたので、まあまあ、僕自身の2週間ぶりの復帰でのプレーとしては、まあ、頑張った方かなというふうに思います。次回はカープとの3連戦をお届けしていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いしたいと思います。今回はここまで。